星の銀河。昔々、小さい女の子がありました。この子にはお父さんもお母さんもありませんでした。大変貧乏でしたから、しまいにはもう住むにも部屋はないし、もう寝るにも寝床がないようになって、とうとうおしまいには体につけたもののほかは手に持ったパン一かけきりで、それも情け深い人が恵んでくれたものでした。でもこの子は心の素直な信心の熱い子でありました。それでもこんなにして世の中からまるで見捨てられてしまっているので、この子は優しい神様のお力にだけすがって、一人ぼっち野原の上を歩いていきました。するとそこへ貧乏らしい男が出てきて、ねえ、何か食べるものをおくれ、お腹が空いてたまらないよ、と言いました。女の子は持っていたパン一かけ残らず、その男にやってしまいました。そして、どうぞ神様のお恵みのありますように、と祈ってやって、また歩き出しました。すると今度は子供が一人泣きながらやってきて、あたい頭が寒くて凍りそうなの、何かかぶるものちょうだい、と言いました。そこで女の子はかぶっていた頭巾を脱いで子供にやりました。それから女の子がまた少し行くと、今度出てきた子供は着物一枚着ずに震えていました。そこで自分の上着を脱いで着せてやりました。それからまた少し行くと、今度出てきた子供はスカートが欲しいというので、女の子はそれも脱いでやりました。そのうち女の子はある森にたどり着きました。もう暗くなっていましたが、またもう一人子供が出てきて肌着をねだりました。あくまで心の素直な女の子は、もう真っ暗になっているから誰にも見られやしないでしょう、いいわ、肌着も脱いであげることにしましょう、と思って、とうとう肌着まで脱いでやってしまいました。さて、それまでしてやって、それこそないと言ってきれいさっぱりなくなってしまった時、たちまち高い空の上からお星様がバラバラ落ちてきました。しかもそれが全くのチカチカと白銀色をしたターレル銀貨でありました。その上、つい今しがた肌着を脱いでやってしまったばかりなのに、女の子はいつの間にか新しい肌着を着ていて、しかもそれはこの上なくしなやかな麻の肌着でありました。女の子は銀貨を拾い集めて、それで一生豊かに暮らしました。